というわけで今日はですね、倉敷駅前の天満屋にやってきました。5月27日から9月の24日までやってるところで、ルーフ、これ時間来たら10分前に呼んでくれるらしいです。延長するのかどうかみたいなね。はい、おすごいな、なんか懐かしい、昔懐かしの駄菓子コーナー。おっと、これ置いたら注いでくれるみたいな。で、このワンプッシュ、おー、から、泡がね、おー、こんな感じです。酒もね、いっぱいある。やば、順番間違えたな。最後に酒の方が良かった。これか。お、ビーフカレー。おー、いいね。これはちょっと、あー、ミートソースみたいな。あ、トマトに、ミートボールのトマトに。ちょっとなんかすごいです。見ただけでも酸味を感じるような、この夏場食欲がね湧くような、そんな雰囲気が。こちらは、おー、定番の困ったらチャーハン。そうだ、ピザで焼き鳥ね、あります。あ、ウインナーもね、はい、こんな感じで。ちょっとで、あのデザートもねありますね。ポテトもね、デザート、フルーツ、ゼリー、そんたケーキ、サラダもありますねこれでいただこうか。じゃあ行きましょう。じゃあお疲れ様です。はい、はい、いただきます。やべ、2杯目ちょっといただきましょう。このミートボール、これトマト、ミートボールのトマト煮かな。いただきます。うん、あ、トマトの風味がまたこのミートボールに染み込んで、うん、うん、あ、美味しいですね。やっぱ酸味があるとご飯が進む、まあビールも進むというわけですから。うん、うまっ、うまっ、めちゃめちゃうまいわ。これもいい感じ。すごい柔らかくて、あの
懐かしの赤ウインナー。うーん、甘いですこれ。ねえ、しっかり食べました。たかが1時間でしたけども大満足です。すいません、ごちそうさまでした。はい、ごちそうさま。はい、ね、まあでも2400円、まあこういう感じで飲めて気分転換にはすごいいいかなと思います。岡山よりかはなんかすごい人も少なくて開放感があるんですけど、これからいろいろね、お祭りとか夜市があったりするので、どんどん増えていくのかなと思います。皆さんぜひ行ってみてください。すぐ酔うね。すぐ酔っちゃう。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。